にゃーおぐりんチャンネル、こんにちは、おぐりゆかです。ギター初心者がその日誕生日の方のヒット曲をワンコーラス撮ってみるということで日々配信しております。お付き合いいただければ幸いです。それでは本日11月23日2023年の勤労感謝の日、いってみましょう。まず、ネットでウィキペディアで、11月23日を検索します。で、ページ内検索で歌手を検索します。ほい、そうしますと、ほいほい、え、ちょっと待って、ちょっとこれは今までにないパターンかも。ちょっと待って、11月23日で歌手でヒットした件数なんと3件。ちょっと待って、3件ですって。では1992年マイリー・サイラスさん、おめでとうございます。ほいで、1993年中島美穂さん、おめでとうございます。ほいで、ちょっとどうしよう、1996年上原淳さん、おめでとうございます。みんな1990年生まれの子らや。知らない、どうしよう、ちょっと待ってね。検索ワードを変えます。ミュージシャンで、ウィキペディア11月23日で検索し直します。そうしましたらば、ちょっと待って、ヒット件数3件。ミュージシャン、1964年の11月23日生まれ、これは太田道彦さんと読みすればよろしいのか。そうですね、太田道彦さん、おめでとうございます。太田道彦さん、太田道彦さん、どこかでなんかバンドやってたりしないのかな。そしたら、その、あの、バンドの、あの、その、ちょっと待てよ、やってらっしゃるとは書いてない。続きまして、1965年、林田健二さん、おめでとうございます。林田健二さんは、シェリーでデビュー。なるほど。お!ちょっと待って!林田健二さん、スマップに、テンダラー、君色思い、感謝して、青い稲妻。ちょっと待って、私、去年、林田健二さんで、青い稲妻でやってる気がするな。ちょっと、このおぐりんチャンネルが、去年からやってるので、その、当時の、その、なんて言うんですか、今日誕生日の方のヒット曲っていうやつで、おそらく林田健二さんすでにやっている可能性あります。ちょっと検索してみます。林田健二さん、人弁の健康の健に司るで林田健二さんやってる、青い稲妻、くー、わかった。ちょっと待って、ユーフレット見に行ってみます。ユーフレットっていうのは、ギターのコード譜サイトのことなんですけど、歌詞と一緒にこのコードはどうやって押さえたらいいよっていうのが一緒にセットになっている、とても見やすいコード譜サイトです。ユーフレット、林田健二さんが他にも何かそのスマップの歌を歌ってたら、ちょっと今年もそのやり方で、シェリーだ、ちょっと待ってよ、林田健二さん、ちょっと待って、林田健二さん、何かさ、ウィキペディア林田健二さん、ちょっと行ってみたいと思います。何回言うねん。1991年ビクターよりシングルシェリーでデビュー、カップリング曲夏を揺らさないで、でセカンドシングルがありまして、サードシングルがありまして、その後活動再開し、キンキキッズ、関ジャニ∞、石田さんなど、中森明菜さんなど、アーティストへの楽曲提供が活動の中心となっている、シングルで出したもので、ちょっと待ってよ、なんでだ、わかる曲はないかも。ごめんなさい、そんな言い方して。私がね、ほんと何にも知らなくてですね。で、わかった。青い稲妻は、
シングル曲として発売されてるんです。それでか、それ以外で、僕なりの勇気ってなんだろう？私、このタイトル聞いたことあるかも。僕なりの勇気。なんだ。ああ、でも林田健二さんの歌としてか。じいじゃねえか。ちょっと待って。ちょっと待って。くしゃみします。引っ込んでしまいました。ちょっと林田健二さん、ちょっと、一旦置いときます。で、ミュージシャン、あと他には、1978年の田沢康介さん。田沢康介さん、何かと、いろいろやってないかな。ロックバンド、レイフラワーやエルニシオン、カルマ、ウェイブ、ファジーノットなど、でも活動。ああちょっと待って、うおー私が知ってる曲ないのか。うおー、うおー、ちょっと待って。一旦、今日の誕生日で他のサイトも見てみたいと思います。11月23日、誕生日で検索します。で、11月23日が誕生日のタレントデータベースというホームページがありました。今日は小室仁さん、戸明道夫さん、お笑いの三平さん、酒井進さんあるじゃん、酒井進さん、なんでか、それはね、ばっちゃん、酒井進さん、ユーフレットにあるならちょっと行ってみましょうか、酒井進さん。さあ、酒井進さん、会ってくれ、そしたら、酒井進さん、今検索中。ないんか。あとはね、ちょっとね、私がわかる。ドンフライ出してないですよね。ちょっとウィキペディアに戻ります。ウィキペディア戻って、ちょっと職種こだわらず上から行ってみますね。誕生日、サイババも誕生日ですって。曲出してないだろうな。サイババ、田中邦衛さん。田中邦衛さんなんか出してないのかな。ちょっとユーフレットで田中邦衛さん。田中邦衛さん。出してたりしないかな、曲。田中邦衛さん出して、ユーフレットに登録がない。そうですか、田中邦衛さん。ちょっと待って、戸明幸雄さんあるんじゃない？ねえ、ちょっと待って、戸明幸雄さんなんてめちゃめちゃありそうじゃないですか。戸明幸雄で検索、ユーフレットない、ないないよ、戸明さんない。小室仁さん。小室仁さん、フォークシンガーの方ですね。小室仁さんあるんじゃないですか。小室仁さん検索。小室仁さんの検索。あ、ある！ちょっと待って、あるけど、わかるかな？今生きているということ、おはようの朝。なるほど。今生きているということ、おはようの朝。どんな曲なんだろう。今生きているということが初心者向け行動があるんですね。ということ、あ、作詞谷川俊太郎さん。すごそう。ということは、なんか簡単だったりしないのかな。お !Gamg、Gamg、Bmc、G、Bmc、G。私が曲が分かればこれで行こうってなれそうかもな。ちょっとその先のウィキペディア見ていきたいと思います。コント山口くんと武田くんの山口さんですとかですとか、ちょっと待ってよ。あとはね、女優の畑野ひろ子さん。畑野ひろ子さん歌ってないんだ。いや、ちょっと待って、岩崎宏美さん、1976年。岩崎宏美さんって、なんか歌う、これあれかな、同姓同名かもしれないですね。岩崎宏美さん、
兄で主演になる二人っ子で、あれちょっと待って、曲出してたりしないのかな。あ、CD のコーナーに、履歴はなし。なしか。ぐに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 。岩崎ひろみさん、ひろみがひらがなですね。よしみさんと勘違いしてるのかな。あとはその漢字のひろみさんと私が勘違いしてる可能性があります。ひらがなひろみさんでユーフレットでの届けはなし。ちょっと戻ります。その後いろいろありまして、女優の宮沢エマさんですとか、フジテレビアナウンサーの長島優美さんですとかですね。ちょっと今アンジュルムのちょっと待って、アンジュルムの竹内あかりさん、アンジュルムいっぱいありそうですよね。ちょっと待てよ、アンジュルム、私が分かるものがあればそれでいいじゃないか。アンジュルム、どうだ、ユーフレット、これはあるでしょう。アンジュルム18曲、アンジュルム18曲ありますが、今のところ私が、ちょっとこれ、いろいろ曲聴いてみたいと思います。それでちょっと、誰か決めます。あと、元欅坂の、志田さん、志田愛香さんですかね。読み方合ってるかな、ごめんなさいね。もし違ってたら失礼なので、ちょっと、すいません、検索します。志田真中さんでした、大変失礼いたしました。志田真中さんですとか、元 NGT48 の菅原莉子さんなどのもいらっしゃいます。ちょっと私この中で弾ける曲がないか探ります。にゃー、ただいま戻ってまいりまして、ですね、結果から言いますと、NGT48 MAX 時315号にチャレンジします。これはアンジュルムがですね、カラオケランキングを調べた時に、1位愛のけだもの、2位愛されるとお詫び、3位赤いイヤホンとなってまして、4位悔しいは、5位マナーモードとなってたんですけど、これが全部ユーフレットになかったんですよ。で、ユーフレットにないということは私はできないんですよ。ということで、アンジュルム初挑戦と思いましたが、今回は、NGT48 の、MAX 時315号、読み方合ってなかったらごめんなさいね。ちょっと待って、に、チャレンジしてみたいと思います。ただ、この曲も今回、菅原莉子さんお誕生日でヒット曲をやるにあたり、初めて聴いた曲なので、ちょっとそこだけもうご容赦いただければなと思います。こんな曲じゃないんですけど、とか、こんな曲じゃないって、いろいろ思う方いらっしゃると思いますが、ごめんなさい、そんな曲じゃないですが、私はやりますということで、ちょっと本当に、結婚します。じゃあ、まずはですね、この曲なんですけれども、作詞秋元先生、作曲松本先生って言うと松本隆さんかと思われるからあれですが、松本和也さんですね。ということで行ってみたいと思います。ユーフレットでは簡単弾きカポ4です。ちょっと待って、さっきまでね結構聞いてたんですけど、最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街なはずなんです。ちょっと行ってみましょうか。最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街。
私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人を、なんだここは、一番大事な人を、ちょっと待って、これ合ってんのかな、ちょっと待ってね、連れて帰ることで、どうする？続ける？ちょっと待って、続ける？ちょっと待って、続ける？ちょっと待って、もう一回聞きます。記憶が定かじゃないのが、ごめんなさい、ちょっと再生速度を、再生速度をいじります。最低速度をいじりまして、この辺かな。ボイス、寝るよ、ちょっと待って、ゆっくりにしようとしてめちゃめちゃ早くしてしまった。もう一回行ってみましょう。いい子のタンネルを今聞きながらやってます。受ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った、全てを知ってほしい。一番大事な人、売れて帰ること、あ、日よの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意に包んでくる、夢が叶うとその思いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる、あなたと一緒に歩きたい。ちょっと待って、今ね、公式の、YouTube に上がってる曲をスロー再生で、聞きながら、やってみました。思ってたところと違うところが100箇所ぐらいあるな。ちょっともう一回ちょっとこのペースで聞きます。以後のトンネルを抜ければ近づく、あの街、希望が住むと信じて
私が生まれ育った全てを知ってほしい。難しいよ次。一番大事な人連れてって帰ること、出会ったあの夜約束した。みんな今いつも思ったよりも優しくて風景が指ににじんでくる。夢が叶うとその思いが溢れ出して瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。ちょっと待って、覚えれた。みんなは覚えれた。私はまだ、私はまだです。ちょっと待って。もう一回一緒に弾いて、その後、一人でやってみます。難しいよ。知らん曲をやっとると思って見てくれ。すいません。最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた。私が生まれ育った全てを知ってほしい。難しいよ。番大事な人連れて帰ること、出会ったの夜約束した。みんな今いつも思ったよりも優しくて風景が不意ににじんでくる。夢が叶うとその思いが溢れ出して瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。わかんないよ。ちょっと待って、難しいよ。難しいよ。秋元先生。秋元先生、難しいです。難しいですね。ちょっとまあでも、いつまでも、やってられないですもんね。皆さんも聞いてくださらないですしね。やりましょう。で、ここまで見といてなんだけど、これ、なんなのこのチャンネルって思ってらっしゃるそこの素敵な皆さん。こんにちは。はじめまして。小栗ゆかと申します。会社員をしておりまして、その日誕生日の方のヒット曲をワンコーラス撮ってみるということで、日替わりで配信しております。本日は11月23日ですので、菅原莉子さんのお誕生日でした。ということで、NGT48 のマックス時315号を練習してますが、この曲を私、本日知りまして、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いきます。最後のと、ちょっと今足が、ちょっと待って、足がしびれて今、血が多です。ちょっと、行ってみ、ちょっと変な体勢になりますから、これ血を通わせてますんでよろしくお願いします。最後のトンネル、抜ければ近づく
ここまでいけそうですかね。希望が住む都市私が生まれ育った全てを知ってほしい一番大事な人を連れて帰ることであなたあの夜約束したここ最終もう最大課題ですね。約束した未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意に虹え？優しくて風景が不意に滲んでくる夢が叶うとその思いが溢れ出して瞳から伝えたくなるあなたと一緒に歩きたいちょっと待ってあの最終なんちゅうの最重要課題のところだけもう一回聞きますあのねこれおそらく歌詞が男の子が視線なのか女の子が視線なんだか分かんないけれどもこれ NGT の曲なので新潟からおそらくその東京に行って好きな人とここに戻ってくるっていう物語なんじゃないかと思うんですよ。あーいとえまってちょっと言うてる場合かごめんなさいね。ちょっと真剣にやります。すいません。もう一回あれしながら聞きます。いいこのトンネル近なければ近づく美しいあの街希望が住むと信じてきた私が生まれ育った全てを知ってほしい一番これ今一分なんていうか 1.5 倍5なんていうんですかスローテンポでやってて本当は最後のトンネルをぐらいのリズムなんですよ。ちょっとまあそこまではいかないかもしれませんがまあちょっとやってみますか。最後のこんなに早くは無理かな。もうちょっとゆっくりかな。最後のトンネル
ほう、おー、ちょっと待って。さあ、囲碁の飛んでる王。抜ければ近づく美しいあの私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰ること。出会ったあの夜約束した。ここ課題がね、1,2,3,4,5,6で会ったあの夜約束した。未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意に滲んでくる。夢が叶うと もう一回やります。さあ、囲碁の飛んでる王。抜ければ近づく美しいあの街。希望が住むと信じてきた私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰ること。出会ったあの夜約束した。由来はいつも不意に滲んでくる。夢が叶うとその想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。行ってみようかな。行ってみようということで、まもなく終わりますよ。ということで、これをちょっと本番用に撮りまして、みんないないつも思ったよりも、あ、ちょっとグリッとちょっと苦しくて運命がいいかな。行きだね。よし、行きます。ちょっとやり直します。ちょっと待って。もう、なんだっけ。これをキャンセルして行きます。さあ、囲碁の飛んでる王。抜け。近づく美しいあの街、希望が住むと信じていた私が生まれ育った全てを知ってほしい。一
でしょう。いいよね。これにします。これにします。そうそう。今日はね、まあ、そう、これにします。これにします。で、さっきそのしれっと再びやったんですけど、一回その携帯がその熱持ちすぎちゃって落ちちゃってみたいなこともありましたし、終わりましょうということで、この配信って何なのっていうのを改めて振り返りますと、これは、ギターを去年の3月に始めた一会社員が、その練習の、その上達の様を記録に残していこうということで始めたチャンネルですということで、その日誕生日の方のヒット曲をワンコーラス撮ってみるということでやっておりまして、本日11月23日は、元 NGT48 の菅原莉子さんのお誕生日でしたので、NGT48、マックス時315号にチャレンジいたしました。菅原莉子さん、お誕生日、おめでとうございます。そして、すべての11月23日がお誕生日の皆さん、お誕生日、おめでとうございます。この曲、なんか歌詞が素敵だなと思ってたらですね、なんと、ちょっとウィキペディアがありまして、なんかね、なんか素敵なエピソードがあったんですよ。ちょっと待ってね。新潟を舞台にした小説、雪国の冒頭を想起させるような歌詞の歌い出しとなっているということで、歌詞自体はね、あれなんです。トンネルを抜けると、最後のトンネルを抜けるとっていうところから始まって、非常に、ああ、なるほど、確かにねと言って膝を打ったのでありました。それでは本日も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。寝る人はいい夢見てね。起きた人はこれから一日になりますように。またねー。